でも本当に美味しい料理作りたいんなら、いいかゆい、料理に必要なのは火加減と、やっぱ最後はここだよ。精神論に聞こえるかもしれないけど、それは料理だけじゃないと思うんだ俺。何かを人の心に届けたい時に必要なのは、それを届けたいっていう強い気持ちなんだ。それが俺の夢だったから。南さんって講師の人がいたろ、あの人に勧められてさ。実はイタリアンを作る深夜の特訓の時はあの人の許可得てたんだ。ここでの最後の仕事としてやらせてくださいって。南さんも一日で料理学校を辞めますって言ったユイのことが気になってたらしいよ。いつ？いつ行っちゃうの？そうです、それは今日のことでした。今日の夜の便でケンジさんはフランスへと旅立ってしまうのです。うわー、美味しそう。ユイ、召し上がってください。じゃあ遠慮なく。うん、美味しい。ユイさん、何かあったの？実はね、ユイのものすごく大切な人が今日フランスに行ってしまうんだ。大切な人って？何言ってるの、ジュン。大切なのはあなたよ。行かないとユイは後悔するかもしれない。わかるよね、母さん。行ってきな、ユイ。何言ってるの、お母さんの前で。いいんだよ、彼のためにも言ってあげてほしいんだ。ユイさん。はい。行ってきなさい。この子が自分の考えをこんなにはっきり私に言うなんて。
初めて。お世話になりました。ここで経験したことを必ず生かしてね。はい。
かくれないか。